全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。お願いします。さあ今日なんですけど、リスニーさんからこんな質問来てました。おい日雇い、何やこいつ。この前の呪い大根の動画見ました。その後メルカリを漁っていたらお前の商品が転売されてました。これってセーフなんですか、わら。犯罪ならないんですか、わら。ずっとわら入ってんのがちょっと鼻につくんですけど、リクエストありがとうございました。まあそうですね、これ今に始まったことじゃなくて、ちょうど2年前ぐらいですかね。ツイッターにも上げたんですけど、まあ過去にはタック TV かっこ沢村タックっていう商品名で、僕の何かとかじゃなくて、もう僕自身がメルカリで売られていたことあったんですよ。まあ、しかもこの値段というのが驚きの666円、悪魔の数字。何してんこれ。当たり前ですけど別に許可してないですね。今他あるのかなと思って調べてたら、わけわかんないの出てたんですけど、こちらかっこ公認タック TV 目を合わせない方がいい絵404円。いやサイン書いてないよこれ。右下いかにも僕が書いてるみたいになってますけど、こんな公認した覚えあんまないですよ。でもなんかこの絵どっかで見たことあるんで、ただ僕サイン書いてないです。で商品の説明がね、なんかちょっと面白かったんですけど、タックからかっぱらった4万が底をつきそうなので出品します。子供たちの明るい未来のためにぜひ購入してください。 AC ジャパンもこの活動を応援して。いい加減にしろお前。このコメント結構ついてたんですけど、値引き可能ですかって書いてありました。404円やぞ。で他にも結構あったんで、こう見てたらちょっとひらめいたんですよ。最強の転売方法思いついたんですよ。今ここに出品されてる僕のグッズも結構あるんですよ。まあ、いずれも定価以下っていうざまなので、転売目的じゃなくて本当にいらなくなって出してるわけなんですけど、まあ、悔しいじゃないですか。だから一旦ここに売ってあるやつ僕が一回全部買い占めるんですよ。もうこれほぼ自主回収ですよ。でそれにちょこちょこってサインつけて、この売られてる値段より100円ぐらい高くして売るっていうのはどうですか。え、プライド。あ、捨てた捨てた。まあ、今日はですね、こんなメルカリに限らずですけど、まあ、この転売と言われてる行為、まあ、いらなくなったものとかを出品する行為に関してはですね、これ実は違法ではないんですね。とはいえですね、やはり転売屋イコール悪だとかクソっていうイメージはちょっと強いですよね。まあ、後に紹介するんですけど、スタバの福袋クソ転売事件とか、プレイステーション5とか、まあ、この悪質なクソ転売屋、もうこいつらのせいでプレイステーション5が全然面白くなくて、ビッグタイトルも全然出ない、ただただグラセフの新作を待つだけの置物になってるんですよ。まあ、失礼しました。まあ、この転売っていうのは、道徳的な問題だけではなく、がっつり違法になる場合もあります。これ今年もですね、逮捕者出ました。紹介します。今年の1月30日歌舞伎などのチケットを不正に転売したとして、警視庁生活安全特別捜査隊はチケット不正転売禁止法違反の疑いで、東京都渋谷区の無職信岡澄香容疑者28歳を逮捕しました。一つですね、この容疑内容っていうのが、2022年頃から、都内の50代男性ら3人に、入場券とかね、歌舞伎の4枚を約16万円で転売したってもので、この信岡容疑者ってのが約9年間ぐらい続けて430枚のチケットを転売して、合計1760万円の利益を上げていたとされています。はい、まあ、こういう風にですね、まあ、商品とかを自分で独占して購入して高額で売ったりする人たちのことをね、まあ、俗にクソ転売屋って言うんですけど、まあ、このクソ転売屋の中でも逮捕される人とそうじゃない人の層がいるんですね。じゃあこれはなんで逮捕されたかというと、まあ、このチケットというところ、まあ、これがですね、チケットの不正転売禁止法に該当します。まあ、芸能以外にもコンサート舞台とかの芸術、まあ、プロ野球観戦とかのスポーツ関連、これらのチケットに当てはまりまして、これを興行にしてですね、いわゆる主催者の同意がないまま優勝で譲渡してはいけないとするものがあるんですね。はい、違反すると1年以下の懲役、100万円以下の罰金ってなってます。ただこれ行けなくなって人に1回売っただけとか、まあ、販売価格が定価以下の場合とかにはこれ違反じゃないんです。まあ、その辺扱い方っていうのはいろいろあります。まあ、一番は儲けることが目的だったかどうかってことですね。さらに次で捕まるケースといえばですね、古物商許可なしでの古物の転売です。はい、これは古物営業法に該当します。まあ、例えばフリーマーケットみたいに自分の家にあった不用品を少し売るとか、まあ、これぐらいだったら問題ないんですけど、まあ、これがまた儲ける目的で買って売る場合には、まあ、古物商の許可っていうのが必要になるんですね。まあ、これは都道府県の公安委員会で取得できるんですけど、まあ、これ違反するとね、さっきのチケットより重たい3年以下の懲役、または100万円以下の罰金、もしくは過料というね、結構重たいです。まあ、他にダメなものでいくと、医療品とか個人輸入した化粧品の転売ですね。こちら薬機法というものに該当します。で関連商品調べてみたらびっくりしました。例えば体温計、体温計これダメなんですって。危ない、今喉元まで体温計やろって言おうとしたけど、ダメですよ体温計、もうダメです。あとはコンタクトレンズとか、まあ、化粧品、健康食品、サプリ、石鹸とかいろいろあって、まあ、これも違反すると3年以下、でこれがまたね、さっきより重くて300万円以下の罰金なんですよ。ここの差は何なのかなって気になるんですけど、まあ、他にもブランド品じゃなくて偽ブランド品の転売、これやるとアウトです。これは商標法とか、場合によっては詐欺罪に該当します。でこれは特に厳しいですね。もう出品しただけでもダメです。販売目的の所持とみなされるんですね。じゃあボッテガの黒のパチモンの財布を愛用していたあのアックスでおなじみマサ先輩もダメなのかと思ったんですけど、まあ、これは偽ブランド品を作ったりとか販売することが禁止なだけで、購入すること自体は禁止してないんですよ。なので買った後にそれを販売しちゃうっていうのがダメなだけであって、マサ先輩みたいに気づかずに先輩から買わされちゃったっていう場合は、まあ、原則として罪に問われることはありません。まあ、こんな感じで違法になるものいろいろあるんですけど、やはりこういう転売目的で買い占める転売ヤーっていうのは一定数いるわけで、まあ、ゼロにするっていうのは現実的に難しいじゃないですか。まあ、そこは本当企業側とか販売店舗の工夫が必要になってくるっていうね、もう本当クソなんですけど、この行為っていうのが横行することで、ま
消費者が適正な価格で商品を購入できなくなる。これがですね、社会問題に今なってるんですね。じゃあこの現実的な一番の対策は何だろうと。そう、爆死させることです。やっぱりね、こういう楽して稼いでやろうとかいうふつつか者にはですね、ちょっと痛い目合わせるのが一番効果的なんですよね。じゃあちょっとがっつりバチクリ、過去に転売屋が爆死して土星の輪っかになってしまった事件を紹介します。一つ目、ガンダム NA01 トリスタンの悲劇。出ました、これ最高ですよね。まあこれガンダムのプラモデル、いわゆるガンプラなんですけど、このトリスタン販売されたんですけど、そもそも販売当時不人気で全く売れなかったんですよ。まあ不人気っつっても、過去に出たものをちょっといじったぐらいで、いやこれいらんやろって感じになってたんです。ただそこでガンダムファンはですね、よし、このトリスタン使って、まあ、当時猛威振るっていた転売屋、これをぶち殺してやろうということになって、これ何をしたかというと、もうとんでもないトリスタンのポジティブキャンペーン始めたんですね。てのもきっかけは一人のツイートだったんですけど、そこにちょうどですね、ガンダムバトルオペレーション2っていうゲームあるんですけど、ここでこのトリスタンが使用可能になったんですよ。その効果があって、ほいならですね、この儲ける目的だけの転売屋っていうのは、もともと作品なんかに愛はないようなやつらなんで、ガンダムすら知らないってやつもいるんですよ。だからこそ本当にそのデマを信じ込んで、このトリスタンがですね、軒並み市場から消えてったんですね。でこれがですね、一斉ネタバラされると、こんなゴミ低価でもいらん、売れないガンプラ家に大量に置いてて草というね、爆笑のコメントで溢れ返ったということです。まあ、この事件何が言いたいかというと、一番かわいそうなのはトリスタンです。このように同じようなトラップでハマった事例としてはですね、遊戯王のプリズマティックゴッドボックスってやつ、この中に入ってるブルーアイズホワイトドラゴンというのが注目されてたんですね。でいや、もうこれどうせまた転売屋絶対湧くやろうというふうに予想したファンがですね、ブルーアイズってこれ遊戯王ちょっとでもやったことある方だったら分かると思うんですけど、あの高い安いの振り幅がすごいんですよ。しかもそれがあからさまじゃなくて、この印刷のとか、この時に発売されたとか、まあ、一見では分からないようなところに価値がついてたりするんですね。でも転売屋ってそれを知らないから、ただの数百円のブルーアイズを1万円で売ったら、ファンはなんでこのブルーアイズがこんなしょぼい値段で売られてんのって余裕で見分けられるんですけど、転売屋は見分けられなかったんですよ。で実際すでにですね、別のところで2万円ぐらいで売られてたんで、よ、ブルーアイズ1万じゃんと、2万で売れるから1万の利益じゃんっつって買ったんですけど、これ実際数百円です。はい、見事爆死です。あの涙目で転売屋はレッドアイズになったってことですね。次に2つ目、ワニと一緒に爆死。もうこれは言わずもがななんですけど、懐かしの100日後に死ぬワニちゃんですね。まあこれ厳密には転売屋だけじゃなくて、見ていたユーザーもまさかこんなことになると思ってなかったんですけど、超自然的に発生した転売屋爆死だとも言えるんですけど、まあ、これが当時ですね、ツイッターで話題になっていた100日後に死ぬワニの最後100日目にですね、なんかエンディング入ってグッズ販売しますみたいになったじゃないですか。その瞬間に悪質転売屋って、まあちょろいんです、日本の SNS で一番バズった漫画のグッズ、これが売れないわけがないって考えて、買い占めて自分たちも一斉に高値で売り始めたんですよ。6、7倍ぐらいの値段で売ったんですよ。これ何が起きたか、あの定価でも売れませんでした。はい、かわいそすぎて吐くやろこれ。結果今雑貨店で10円とかで売られてます。次にスターバックスさん、これ見事でしたね。これ2016年の1月なんですけど、スターバックスの双子玉川店で福袋の販売があったんですね。でこの時108個の福袋の販売を行われたんですけど、転売屋グループがもう全部買い占めたんです。これ全国ニュースになりましたね。でこれでね、調子乗った転売屋が福袋全部買いましたみたいな様子をインスタグラムにアップしたんです。これで一斉に転売屋グループが使ってるヤフオクのアカウントっていうのも調べられて、一斉に公開されました。結果ですね、買うつもりのないいたずらの入札っていうのが相次いで、誰も買わないのに買えない状態みたいになって、全く売れることありませんでした。これが滑稽でよ。最初は福袋の中身こんなんでしたよみたいな感じでバラ売りして高い価格で売ってたんですけど、次第に全く売れないんで、袋の状態でまとめて売ろうとしたんですけど、誰も買いません。108個の福袋、カフェイン中毒なっとけ。次にカード系ですね。これ最近も死にましたよね、ワンピース。まあ今このクソ転売の中でブームなのはこのカードなんですよね。まあ、さっき言ったブルーアイズはユーザーがはめたんですけど、まあ、最近ワンピースのパックもですね、めちゃくちゃ買い占めた後に市場に全くもうこれ出回ってないじゃないのと思われた瞬間に、とんでもない量の再販来たんですよね。いいね、貯めて貯めて解放、監督理論ですね。今ワンピースいい感じやれ、ね、でこれねちょっと知らなかったんですけど、ポケカもですね、一昨年くらいに VMAX クライマックスですかね、これ出したんですけど、これねもう貯めて解放理論じゃなくて、あの最初から解放したってことで有名らしくて、転売屋の買い占め始まったんですけど、買い占められない量が作られてたんですね。もうなくなんないみたいな。まあこういったなくなるはずなのになくならない系でいうと、ピザポテトもそうでしたよね。一時製造停止しますっつって、まあ、ちょっとねなんかいかにも本当にずっと終わるんじゃないかみたいな雰囲気があったんですよ。実際に再販されるってなっても半年以上かかるんじゃないかって転売屋はなんか勝手に見越して、一斉に買い始めて5000円で売ったんですけど、これ結果ですね、2ヶ月もしないぐらいで再販始まったんです。だからその時転売目的で買ったやつは、今年入ってもまだピザポテトを3食食ってんじゃないですかね。ありがとうというわけで、本日は悪質転売屋と中身、そして彼らが爆死した事件まとめました。ぜひこちら皆さんの経験などありましたらコメント欄までお願いします。今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。
タックーさん、メルカリにこんなものが売られてたんですけど、メンタル大丈夫ですか？これ写真付きですね。こちらタックー TV とその他のサイン（括弧非公式）。これはすごいですね。まず皆さんは非公式のサインって聞いたことあります？ちなみに僕は聞いたこともないし、しかもこのサイン自体書いた覚えもないんですよね。ほんでこれって普通だったらダメだよこんなことしたらっていうところではあるんですけど、この出品者のギャグ線がちょっとだけ高くて、まずこのサインちょっと似てるんですよね。正直あれこれ書いてないよねよねみたいな感じになったんですよ。ほんでちょっと値段見てください。555円。あのこれ666の悪魔の数字を匂わせるだけの価格。もう時代は666じゃなくて555なんですよ。いやファイズやん。極めつけが説明のところですよね。ちょっと読みますね。タック TV とコーディのサインです。1年前、コーディが引退する前に書いてもらいました。あの時3人で食べた塩むすびと体温計の味は忘れられません。トイレに飾ってたので少ししょんべんがついてるかもです。汚ねえな。あのまあツッコミどころが多いんですよね。もう2年ぐらいはコンビニの話したくないんですけど、体温計も食っちゃってるし、あとトイレに飾ってたにしても大体便座より上やろ。なんで便所ブラシの位置に置いてんの。こちら出品した方、出品をすぐさま取り消してトイレに戻してください。オープニング。全国の特番さん、こんばんは。シアの放送部ことタックです。よろしくお願いします。なんか非公式って書いとけば何でもいけるやろみたいな、ちょっと笑ったんですけどね。今日はですね、ちょっと面白い DM がこの方から来てまして、冒頭話した僕のサインは追加で入ってた内容でして、実際の内容をちょっと要約しますと、タックさん、こちらツイッターで見かけたんですけど、これヤバくないですか？それがこちらです。今年のオリンピックのボランティアユニフォーム、はい、アウト。どうしてって一瞬感じる方いると思うんですけど、まずこれどうやら何かのツイートで話題になってたみたいなんですけど、今年のオリンピックのボランティア集ってたじゃないですか。おそらくそのボランティアを辞めた人がメルカリにこのユニフォームを出してるんですよ。15,800円で、しかも売れてるんですよ。僕の掃除機とほぼ同じ値段なの置いといて、まあこれ何がやばいかというと、まあオリンピック会場にて戦場で言うところのギリースーツですね。いや笑い事じゃないんですけど、これを着てるのはボランティアの職員だけなので、着ていれば紛れることができますよね。おそらく会場の大事なとことかは ID とかがもちろん必要だと思うんですけど、一般の人とか選手はこの格好を見てボランティアの人だって思うと思うんですよ。もう紛れ放題の忍び放題みたいな。でこれちょっと調べてみたら、ボランティアをしますよってなった時にちゃんと誓約書でユニフォームのこのジャージっていうのは貸し出しなので、途中でやめたりとか大会が終われば返却しないといけないみたいなんですよ。だからこいつ普通にこのユニフォームを借りパクして、しかもメルカリに売ってるんですよ。いやマジでタチ悪いでしょ。今調べたら出品されてるのはほとんどなくて、まあ、どうやらメルカリが速攻で消し始めたらしいんですけど、もうすでに何着か売れてる可能性があるんですよね。これ自体何も考えず小銭稼ぎでやったつもりなんでしょうけど、横領罪になるんですかね。犯罪ですし、しかもですよ、もしこれを着てテロとかなんかの事件が起きようもんならごめんなさいじゃ済まされないですよね。もう売れてるものがあるって考えるとね、何かしらの対応があるのかなと思いますけどね。まあ大丈夫だろうは、これ前も言ったんですけど全然大丈夫じゃないんで、まあ、皆さんも出品される際は十分気をつけてくださいねというお話でした。で今日はですね、引き続きメルカリ関連の話をするんですけど、やっぱこういう感じで出品しちゃいけないものってたくさんあって、メルカリは徐々にそういうのを追加していったんですけど、フリマアプリっていうのがリリースされて、まあいろんなのありますけど、それが流行った時ですね、めちゃくちゃ出品されてえらく問題になったものがあるんですけど、これ何だと思います？まあここちょっと4択でいきましょうか。クイズメルカリ。 A 文人の家、 B 文人の発泡スチロール、 C 文人の86、 D 私立高校などの制服。さあどれでしょう、お答えください。時間切れです。正解は E のヘライザーの角でした。冗談はいいとして、そうですね、私立高校とかのちょっと変わった女子の制服です。これももう現在はもう使用済みの水着とか下着制服、まあ禁止で出品されてるものはないんですけど、私立とかってちょっと制服が独特だったりするじゃないですか。まあそういったおしゃれな制服が販売されて、それをマニアが買っただけじゃなくて、ある場所が購入したんですよ。それがどこかというと、全裸監督でおなじみアダルトビデオ業界ですね。これ実際にフリマアプリであった事例でして、まあその学校っていうのが周りから可愛いって言われてる制服だったんですけど、その制服をまだ在校生が着てるわけですよ。なのにその制服を着たアダルトビデオが発売されとるぞ言うて、それが問題になりまして、あの学校の制服が全部変わるみたいなことがあったらしいんですよ。やっぱ便利になればなるほどこういったことって必ず起きますよね。まあね、これがもう少しだけ早ければ、あのキングオブコメディの高橋は逮捕されなかったのかも。じゃあちょっとここからですね、メルカリで実際に売られてたヤバいものっていうのをちょっと3年ぶりぐらいに紹介してみたいと思いますね。もう今は見てみたんですけど、ほとんど整備されてるみたいでなかったんで、過去に話題になったものとか僕がさっき適当に見つけたものを紹介します。一つ目です。これ見つけました。こちら呪いの絵かっこ曰く付き。怖いっすよねこれ。で説明が、これを飾ってから床に黒い髪の毛がよく落ちてて怖いので出品。
品って書いてあったんですよ。どんなんやねん。で、これもう売れてて、で、なんかそういうのって購入者とのやり取りみたいなのオープンで見れるじゃないですか。そこに買おうとしてる人が経緯を教えてくださいって聞いてて、で、出品者が私が描いた絵ですって答えてて、いや、お前が描いたんかいみたいな。したらさっきの人がこれ値下げいけますって書いてあって、いや、買うつもりなんと思って、したらあ、じゃあ500円でいいですよっつって500円で売れてました。いや、商売上手か。次です、2つ目こちら、大量のスイカ。はい、これもね、メルカリでとある事案でいたちごっこだった時に起きた事件でして、一時期現金主に1万円を出品するっていう事案が増えたんですよ。しかも意味不明で4万円を出品して4万7000円で売ってたりしてるんですよ。誰が買うん、すんごいアホでも買わんすよ。しかも結局これやった人何人かお縄になりまして、で、それが一気に消されて現金を出品するのは禁止ですってことになったんですけど、次にこういうね、チャージ式のカードっていうのが出品されだしたんですよ。まあこれもね、マネーローダリングに繋がる可能性があるっつって禁止になったんですけど、結局これなんか誰かがふざけて買うだろうで出品してると思ってたら、これゴリッゴリの貧困ビジネスとかに使われてたらしくて、どうやらこのシステムを使って何かを売って得たポイントで現金とかカードを買って後が残らないお金を得ようとしていたみたいなんですね。そのなんか生活保護を受けながらとかね、あとはなんか小売市の金貸しがここで使ってたみたいな話もありましたね。で、なんかしまいにはこれに関連して大量に領収書とかも出品され始めたんですよ。7月までに使ってくださいみたいな。いや、本当にわざわざここで買う人いたんでしょうかね。あと無法地帯ひで。次3つ目ですね、こちら、はい、ピザポテト。はい、出ました、第一次ピザポテト戦争ですね。まあこれ今もなんですけど、何かが品薄になった時とか、それを買い占めて高額で転売する輩がめっちゃ増えるんですよね。絶対死んだ後地獄行きなのにね。で、ある日ピザポテトが販売を休止しますって言ったんですよ。これ中止じゃなくて。で、今はもう再販されてますけど、その時もこのピザポテトの買い占めが起きて一袋3万円とかで売られ始めたんですよ。で、1122円とかで出品されて、いい夫婦の日によかったら食べてくださいみたいな、いや、それピザポテトやからとかなかったんですけど。で、あとお菓子で言うとカールとかですね、販売中止っつって、あとはまあ任天堂スイッチとかね。で、さらに立ち悪いのが10万円のスイッチにしといて買ってみて届いたら箱だけみたいな。その方も転売から購入してるから、あんまり声でかくして詐欺だって言えないですよね。まあただこれがもうひどいってなって、逮捕者まで出てすごく厳しくなりましたよね。で、これ今もまだやってるんじゃないかなと思って、最高額いくらかなと思って調べたら200万円でスイッチ販売されました。これに対してさっきみたいなコメントがついてあって、内容が購入を考えているのですが値下げ可能でしょうかって。いや、絶対やめとけよ君、100万円値下げしますとか言われたら絶対買うやろ。じゃあちょっと今日は最後ですね、この4つ目はものすごい放り出し物ですよ。いきますよ。値段で言うとね、29万円ぐらいで売られてたらしいんですけど、まあ、おそらく出品された後すぐ即決したんじゃないかなと思いますね。こちら、マックス村井。いや、怒られるぞ。DM です。タクさん、スマホが普及して盗撮の件数が増えたという記事を見たんですけど、便利になると悪人が増えることについてどう思いますか？僕は真っ当な撮り鉄なんですけど。え、真っ当じゃない人って何なんですかね。電車内での盗撮なんかが話題になってて悲しいです。動画にしてください。沈黙は同意と同じですよ。何が？まあやるんだけどね。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。リクエストありがとうございます。今日はですね、まあ、生活の一部というか、もう体の一部になりつつあるスマートフォン、これが普及したことによって増えた犯罪なんかを紹介しようと思うんですけど、冒頭のリスニーが電車内の盗撮とかに関して言ってくれたんで、ちょっと思い出した事件があったんですけど、最近話題になった事件で、 JR の埼京線ってあるんですけど、ここもう混雑率が結構突き抜けてるんですよ。で、ここでの痴漢被害っていうのがすごい多くて、2010年ぐらいからはもう先頭車両に防犯カメラもついたというところなんですけど、ここで通勤の9時ぐらいですね、職場に行くためにこの電車に乗っていて、最後尾に乗っていた女性が痴漢の被害に遭ったんですね。しかもこの時女性は5人くらいの男性に囲まれてるっていう状況でして、結果この時現任された2人の男っていうのが逮捕されたんですけど、この痴漢を行った2人なんですけど、まず面識っていうのが全くなかったんですよ。いずれも容疑は認めてるということなんですけど、まず1人は痴漢の常習犯だったみたいで、でこの男が痴漢をしていて、それに気づいた50代の男がいたんですよ。この男が止めると思うやん、参加しました。どんなクソやねん。だから逮捕されたこの2人は面識なかったんですね。この事件を解決したきっかけっていうのが、とあるアプリなんですよ。それが2016年に警視庁が導入したスマホ用の無料防犯アプリ、デジポリスというものでして、これ起動すると痴漢です助けてくださいって音声が流れる機能とか、無音でスマホの画面に表示できるモードとか、まあ、こういった痴漢被害で声が出せない人向けに開発されたものなんですね。現在50万ダウンロードぐらいされてるそうなんですけど、でその時この音声が車内で流れまして、まあ、それに気づいた周囲の乗客が取り押さえて逮捕に至ったということなんですけど、このようにですね、車両の防犯カメラであったりとか、まあ、こういったアプリの普及で痴漢被害の認
認知、そして検挙件数というのは下がってきてるという発表されてるんですけど、このデジポリスすごいですよね。このアプリ女性だけじゃなくて男性も入れておいた方がいいというアプリなんですけど、というのも痴漢されてませんかっていう画面を表示させることもできるんですね。さらにこれ痴漢だけじゃなくて他にもたくさん機能があってちょっと紹介したいんですけど、まず防犯ブザーの機能、これいいなと思ったんですけど、ここ通知機能、見守りパトロールっていうのあるんですけど、ここ通知はですね、これをですねお互いに登録してる人に位置情報を把握させることができて、まあ、定型のメッセージを送ることができると。で、見守りパトロール機能っていうのが地図上に過去1ヶ月でその場所で起きた不審者情報とかを色分けして表示してくれるってやつでして、でさらにここにエリア通知機能っていうのがあって、痴漢とかが連続して発生した場所に自分が入るとですね通知が来て、そこ人通りが少なくて結構こういうこと起きてる場所だけど大丈夫っすかっていう風に教えてくれるんですね。これはインストールしておいた方がいいですね。やはり事前にそういった場所を把握できるっていうのは、まあ、女性とか子供とか安心できますよね。いつ何時頃この場所でどういった犯罪が起きたか、さらにはどういう人物によって起きてるのか、目撃されてるのかまでをねすごい細かく表示してくれてるんで優れてるなと思いましたね。で今紹介したこのアプリはですね、まあ、今日の趣旨でいくと、まあ、スマホによって事件が解決されたということではあるんですけど、逆にこういったデバイスが進化したことによってもう誠に遺憾法増えた犯罪もあるんですね。まず新たな痴漢の形なんて言われてます。それがエアドロ痴漢でございますね。 iPhone とかの機能であるエアドロップという機能を使った痴漢行為なんですけど、これ実例を言いますと、今年の8月にですね、JK が Mac に友達と行ってたんですね、放課後。するとピピピピンってエアドロの通知が来ました。ちょ合ってるかわからんけど、そう、このエアドロップっていうのが近くにあるスマホ端末不特定多数にデータを送受信できるっていう機能でして、まあ、本来はですね連絡先を知らない相手でも写真の共有とかスムーズにできる機能として使われてるんですけど、その通知が急に来て何これと思って写真を受け入れるをタップしちゃったんですね。そこにはですね、店の女子トイレで用を足す別の女性を頭上から盗撮した動画が映ってたんですね。めちゃくちゃ怖いでしょ。でこの女子高生は警察に相談して、結果これですね京都市の大学生20歳が逮捕されたんですね。でまあ本人曰くですね、店内に撮影した友達もいてちょっと脅かしてやるつもりだったっていう風に供述してるんですけど、そんな脅かし方聞いたことあります？まあ、どちらにしても女子トイレに侵入してるっていう点で犯罪なんですけど、これがこういった猥褻写真を振り付けて相手の反応に興奮するタイプの犯罪者とかに今利用されてるというんですね。従来だと露出狂なんかがそのタイプですよね。何をデジタルになっとんじゃいっていう感じではあるんですけど、さらにこの事件ですね、今回逮捕できたっていうのがかなりレアケースらしくて、っていうのもこの男っていうのが別件で逮捕されて、まあ、捜査の過程で送った動画と撮影されて残ってた動画が同じで、この映像が一致していたからまた別件で再逮捕できたっていうやつなんですね。同じ管轄で事件取り扱ってたんで気づけたっていうのも偶然ではありますよね。この追跡が難しいものになるので、エアドロの受信できる相手を、まあ、全ての人になっているので、それは変更しておいた方がいいよということなんですけど、逆にこの写真を利用しためんどくさいナンパっているじゃないですか。飲み会で写真撮った後送りたいから LINE 教えてみたいな、まあ、そういう時にはこれエアドロでお願いしますって、まあ、連絡先を聞かずに済むという方法もあるんですけど、やっぱりこういった便利な反面それを利用した犯罪ってのもあるんですね。この事件ですね、このエアドロの被害者の他にも一番の被害者っていうのは盗撮された方ですよね。スマホのカメラ機能っていうのは今や暗闇で撮影しても鮮明に周りが見えるようにも撮影できますし、小型化とか薄型化によって隠れて撮影するっていうのはすごいしやすくなってます。でまず去年ですね、全国の警察に寄せられたリベンジポルノの被害相談過去最多の1628件です。まあ、これはデバイスの普及だけじゃなくて SNS の普及もかかってきますよね。このうち約2割が面識のない SNS だけのつながりだったと見られています。この中には盗撮とか知らない間に撮られてたといったものも多いと思われてるんですね。これ本当悪質ですよね。年齢でいうと10代から20代が 60% 占めてます。でこういったところに付随してくる盗撮なんですけど、この検挙数に至ってはここ10年で約2倍になってるんですね。内訳見ると8割ぐらいがスマートフォンです。この盗撮犯にとって理由っていうのはいろいろあると思うんですけど、これがやめられないというね性依存症の一つだとも言われてるんですよ。やめられないって何言ってんだって言いたいところですけど、ごくごく普通のサラリーマンとかが仕事のストレスから常習化するといったケースが多いと、これも減っていかない理由の一つでもあるのかなと思うんですけど、2014年にリベンジポルノの被害防止法違反ができて、さらには性犯罪の厳罰化とか、まあ、いろいろ法整備はされていってるみたいなんですけど、この盗撮に関してもね、まあ、迷惑防止条例違反というものにくくらずに盗撮罪を入れようと議論自体は行われてるみたいです。まあ、つまりこの盗撮っていうのは各都道府県の条例なんですけど、この発生件数の増え方を見るとその日は遠くないのかなという感じなんですけど、もう一つこの盗撮に関して、これを販売目的で撮影するバカ者もいるんですね。去年スカートの中を盗撮して、まあ、そういった動画をネットで販売して800万円ぐらい売り上げていた大学生というのが逮捕されました。さらに学校の中で在校生が同じクラスの女子生徒を盗撮して、児童売春、児童ポルノ禁止法違反、製造ですね、まあ、こういった容疑で書類送検されました。まあ、盗撮行為もそうなんですけど、まあ、正当な理由なく女子トイレとかに侵入した場合には3年以下の懲役、10万円以下の罰金、さらにそれが販売目的だった場合とか、その場所に設置したりしたら拘留または科料、これに関してはその時の常習性とか悪質性で重さは変わるんですけど、東京弁護士会の報告では実刑判決が一番多いです。まあ、実際この盗撮に関しては法律的には重大な過失って呼べない罰則なんですけど、まあ大丈夫だろうと高をくくっているならこれ大間違いですね。全然刑務所行きますよ。さらにこういった動画をですね、販
販売したりとか SNS に載せた場合はですね、わいせつ物頒布等の罪です。これは拡散も含まれます。まあふざけて僕の顔をわいせつ物頒布等の罪とか言う人いますけど、絶対にしないようにしてください。これに関しては2年以下の懲役または250万円以下の罰金です。さらには児童ポルノの購入者、まあこれ撮ったのは別に自分じゃないから大丈夫だと思ってないですか。購入というよりも所持してるのが違法です。まあ、さらにこれが長期的な購入とかなると悪質性は認められますし、基本は1年以下の懲役または100万円以下の罰金でございます。やっぱりこれは条例違反とか罰則だけじゃなくて、やった側は刑期を終えたらそこでしまいかもしれないですけど、まあいろいろ失いますけどね。でも今デジタルタトゥーという言葉があるように、された側は一生残るんですよ。これは男女問わずです。逮捕された側も社会的信用というのは失うんですけど、それよりもばらまかれた方は心にも一生の傷を負います。まあ、下側っていうのはもしかしたら軽い気持ちで後々事の重大さに気づいて心の底から後で後悔しても、あなたのせいでその人っていうのは一生苦しむわけです。どれだけ罪を償おうとして刑期を終えても消えないんですよ。その事実を一生背負って生きていけますか。こういった盗撮、わいせつ、それを拡散っていうのは心を殺す犯罪だということを知っておく必要がありますね。これは知らなかったじゃ許されないと僕は思いますね。黒歴史とはわけが違いますからね。なのでやっぱり一番大事なのっていうのは、そういった被害をなくす、未然に防ぐっていうことなんですけど、で最近多いって言われてるのが、録画状態のスマホを落としたふりしてそれを拾ってもらってスカートの中を盗撮するってものです。電車とか駅とかでめっちゃ多いです。なので満員電車の時とか、まあ、触られてないから気づけないってことが多いので、まあ、周囲には十分気をつけてください。まあ、他にもこういったスマホ普及によって決済を狙った犯罪っていうのも起きてます。最近電話番号を使ったメールで国税庁からとか Amazon からのお知らせとか来るでしょ。あれ系全部フィッシング詐欺なんで、メールが来たらまず焦らずに他に事例ないかなってネットで検索してみてください。詐欺ですって全部出てくると思います。まあ、こういったスマホやネットが普及した今ですね、一番身近な犯罪っていうのはこういったインターネットを使ったものに変わってきてるんじゃないかなと思うんですよね。詐欺の件数も右肩上がりです。使う側送る側のリテラシーもすごい大事なんですけど、それでも防げないってことはやっぱりあるんで、まあ、冒頭のアプリを持っておいたりとか、こういった被害が増えてるってことは、まあ、弁護士だったりに相談すればいろんな解決方法もあるということなんで、もう今や常識レベルでこの辺は知っておかないといけないものなのかなと思いますね。なので盗撮されたらコムドットヤマトぐらい切れていいということです。今日は以上です。この動画に関する感想コメント欄までお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。急なんですけど、これ別にバカにしてるわけじゃないんですよ。福岡のタクシーって5大都市の中で比べると意外と電子マネーを使えないところあるんですよ。今座席の後ろで QR で支払いできるタクシーって結構あるんですけど、ついてるとこついてないとこが感覚的に半々ぐらいなんですよ。でちょっと長野県にお仕事行くことがあって、結構まだ長野県の端の方だったんですけど、タクシーに乗って、すいません、住所ナビに入れてもらっていいですかって言ったら、運転手がナビなんもないよっつって、紙の地図渡してきたんですよ。で紙の地図とか開いたことないんで、開いてみて初めて気づいたんですよ。現在地が分からん地図ほど難しいもんはねえなって。だからうわすいません、これ僕地図読めないっすねっつって、住所読んでこれ地図で一緒に見てもらって大丈夫ですかって、そしたら、じゃあ君の持ってる携帯でナビ入れて後ろから教えてっつって、いやお前も読めへんのかいっつって。全国の匿名さん、こんばんは。深夜の放送部コタクです。よろしくお願いします。でスマホでナビ見せたら、うわすげえなこれ、今こんなんなったんかつって、まあこれ3年前ぐらいの話なんですけどね、すごい懐かしいですね。まあこういった QR の決済サービスなんですけど、今結構なお店で飲食店とか服屋もそうなんですけど、キャッシュレス決済 QR 決済できるようになってるみたいなんですけど、まあこれに関して、いやお前そんなことするみたいな犯罪起きてて、レジに並んでるとするじゃないですか、コンビニとかで。そしたらQR で支払う時ってスマホの画面を表示させて待つじゃないですか、コンビニとかね。ほんならその QR コードを後ろからカメラで撮影して、その QR を使って不正利用するっていうパワープレイ犯罪が中国で起きてるそうです。あとは逆に店側がですね、レジとかに QR を置いてて、それを読み取らせて支払いをするっていうところあるんですよ。その逆ですよね。ここでその QR コードを店員が見てない間にすり替えるんですよ。でその QR コード読み取ってスマホが決済されたら、そのすり替えた QR コードって自分の口座なんですよ。なので他の客の支払いが全額自分の口座に入るっていうね、マジ悪事犯罪が起きてるそうです。でまあちょっと記事見つけて時代やなと思ったんですけど、もうすぐ年明けですよね。お正月といったらお年玉じゃないですか。そのお年玉をペイペイとかで渡す家庭が出てきてるそうです。いやいやいや、袋がええやんね。全然関係ないですけど、一回親戚に正月呼ばれて、たっくんまず部屋に入ってきてって、お金持ちの親戚だったんですけど、わあ絶対お年玉やんと思って、だから襖を開けながらありがとうございますって言ったら、めちゃくちゃ怒られたんですよ。渡してもないのにお礼なんか言わないって。いやお前な、誰もくれとか言ってねえのよ。でうわ、お年玉やんと。当たってるやんと。キモかった、親戚。まあ、それはいいとして、これ僕が悪いですね。そんな今日なんですけども、まあ、以前動画で、そういったスマホが普及して増えた犯罪なんかも紹介したんですけど、まあ、今紹介したのもそれで起きた犯罪という言い方ができますよね。そこでリスニーさんからこんなコメントがありました。サブスクが文化を殺してるという件について取り上げてほしい。なるほど。ナイス着眼点。こういった便利になる一方ですね、まあ、職であったりとか、その収入がガクッと落ちてしまった人もいるわけなんですね。なので今日の本題なのですが、サブスクは悪なのかというところについて、ちょっと話していきたい
きたいと思います、まあ、この両者の意見を紹介しますんで、ぜひコメント欄で今日の動画視聴後にですね意見を書いていただければと思うんですけど、まずこのサブスクっていうのはサブスクリプションの略でして、月額の課金とか、まあ、定額制で契約するサービスを指します。もうこれほとんどと言ってもいいぐらいこの形になってきてますよね。最近シンガーソングライターの川本誠さんのあるツイートが話題になってました、まあ、こちらすでに消去済みではあるんですけど、サブスクというシステムを考えた人は地獄に落ちてほしいと思っている落ちてほしいっていうねこの感じでちょっとガチなのが伝わってくるんですけど、まあ、これがちょっと共感を呼んだと同時にちょっと炎上しちゃいまして、言い方がああだこうだとかですね、それでサブスクの件で強い言葉を使ってしまい不快な思いをさせてしまったことをお詫びすると同時に、サブスクの否定はしてない、私も利用してると、まあ、このサービスの利便性については一定の支持を示しつつ、サブスクでの利益がどれだけ少ないかを知ってほしかったなどと投稿に至った経緯を説明したということなんですけど、ええやろ別にダメがっていうのも、まあ、ちょっとこの YouTuber 若干違うかもしれないんですけど、これも無料で見れるプラス月額でプレミアに入れれば広告を消せますよっていうちょっとしたサブスクの形ではありますよね。でまあこれが登場して僕が使い始めた時にはもう無料だったので、そこまでねその時代のギャップを感じることはないんですけど、だって今更僕の動画が1個見るのに100円かかったら誰も見ないと思うんですよねこれ。うん、それはその作品の価値がどうこうよりも無料とか定額のサービスの形が出来上がってるから、従来のコンテンツごとにお金を払うっていう仕組みはね今厳しい時代になりましたよね。でそんなことなってんのかと思ったんですけど、日本レコード大賞が出した、まあ、CD の生産実績なんですけど、1998年っていうのは6000億円を記録したんですよね。でも2003年4500億、2008年3600億、2013年2700億、そして2021年1900億円。なんとこの CD の市場っていうのが全盛期の3分の1になってしまってるんですね。まあ、これは音楽離れっていうのが起きたわけではないんですよ、まあ、まず音楽に関してはデジタル化しましたよね。もう携帯で聴ける時代になりましたよ、スマホになる前から。そしてまず CD を買わなくなって、さらにインターネットの普及で無断転載とかでもう買わなくてもその音楽聴けるみたいな無法地帯の時期が一時期あったじゃないですか。あれやったやつこそ地獄に落ちるべきですよね、まあ、しかしこの音楽離れというよりも逆に音楽を聴くっていう行為が身近になってるよねっていう証拠としては、ライブ事業規模の売り上げっていうのがぐっと上がってるんですね。1998年は700億円ぐらいだったのが、コロナ禍前の2018年というのが3400億円、だいたい5倍ぐらいになってるんですよ。しかしこの音楽のサブスクでかなりアーティスト自体の収入は激減してると言われてます。まずこのサブスクもこのアーティストの曲が再生されると 0.01 円ぐらい支払われる仕組みではあるんですけど、 CD の場合だと売上の 1% から 3% ぐらいだったので単純に100分の1ですよね。この時代の流れでサブスクを絶対やってこなかったところがどんどんサブスク解禁つってね今やり始めてますよね。このサブスクのメリットとしては、知らなかった作品に触れる機会があるというところ、なのでこれまで埋もれていた人が一気に有名になったりするってこともあるんですよね。利用してる側は、まあ、知らなかった人を知って好きになるっていうこともありますよね。ただやはりその懸念としては、正しくその利益が分配されてるのかどうなのかといったところです。ただ実際こういったサブスクが出る前から CD の売り上げ自体はデジタル化によって下がっていったっていうのも事実なんですよね。なのでこのバランスを取りながら受け入れて活動しないといけない、まあ、CD が売れていた時代に活動していたアーティストからしたら、ちょっと待ってくれよとなってしまうのもわかるということなんですね。だからその時代に CD に握手券をつけた安牛すごいよね。他にもサブスクで代表的なコンテンツといえば映像作品ですよ。 Netflix、 そう、映画とかドラマ業界でございます。この Netflix の会員数は2020年時点で日本だけでも500万人、市場全体を見ると今年10年ぶりに減少したんですよね。200万人ぐらい、これわしのチャンネルだったらゼロですよ。でもアジアの地域では100万人増えてると。え、どんな動きやねん。売上高は1兆円、そして利益は2000億円と、とんでもない市場なのはここだけでもわかりますよね。まあこれは同時にコロナ禍で劇場に足を運ぶということができなくなったってことも大きく影響してると思います。もうすでに劇場公開と同時にサブスクにも同時に公開するっていう映画も結構増えてきてます。でこういった映像作品のサブスクによって利益が減ったのは DVD とかのレンタル産業、そして劇場産業なのは言うまでもないんですけど、まあ、ちょっと前まで映画は劇場、ドラマはネットフリックスみたいな形だったのが、もう全部ネットフリックス、アマゾンプライムとかサブスクで見れるようになっちゃってきてますよね。なのでここ数年映画とかドラマを見る本数っていうのは増えたけど、テレビを見る回数、そして映画館に行く回数はもう一回も行ってないなって人絶対多いと思うんですよ。でもこれ実はですね、よく見ていくとコンテンツによって映画館に行くかどうかっていうのが分かれてたっていうことが分かってて、テレビとかもそうなんですけど、ジブリが地上波放送される時ってめちゃくちゃ SNS でも盛り上がるじゃないですか、まあ、そういったアニメーション作品、君の名は、こちらに関しては250億円を記録、アナと雪の女王254億円、実写版アラジン121億円、トイストーリー4100億円と、いずれもアニメ作品、そして洋画とか邦画であれば、最近公開されたトップガンマーヴェリックとかアクション映画とかは劇場で見たよという人の方が多かったという結果が出てます。これはサブスクで見れないっていうのはもちろんあったんですけど、さらに面白い話がありまして、ネットフリックスとかって100の知名度を1000にするかもしれないけど、0を100には一生できないといった意見があります。劇場とかでは低予算で全くの無名だった人が作り上げた作品というのがヒットすることがあると。カメラを止めるなとか、パラノーマルアクティビティとか、ゲットアウトとかも確か低予算でしたよね。ただこういった場所は
はすでにヒットしたものとか大物俳優女優を使っておそらくもうヒットするだろうといった、まあ、こういった出来上がった部分を刈り取って配信してるのがネットフリックスだと。まず無名だとこの市場に出すこともできないわけなんですよ。そうなるといずれ刈り取るべき作物が確実に不足することが予測できるということなんですね。しかしこれあんまり考えてなかったですね。なので音楽とかだと YouTube とか TikTok で大人気になるってことがあっても映像作品だとなるとそもそもそこで作るお金を持ってないっていうのがあるのかもしれませんね。まあまだそこまで流れがいってないっていうのもあるかもしれないんですけど、なんか YouTube とか TikTok で話題になった作品が劇場とかサブスクで公開された事例ってありましたっけ？アニメとかも含めて。ちょっと僕その辺わからないんですけど、もしあったら教えてください。まあこの代表的なサブスクの文化、そしてデジタル化によって影響を受けたところ、その中にあるメリットとかも紹介したんですけど、まあ、今後この動きっていうのはますます加速していくっていう風に考えられてます。それは娯楽だけじゃないですよね。 AI によって今後10年ぐらいで大体半分ぐらい今の仕事はなくなると予測されてるんですね。まあでもなくなるけど、それと同時に新しい仕事っていうのもたくさん出てきます。これは前も言いましたね。僕がそこで怖いなと思ってるのはそのスピードが速すぎることだと思うんですよ。あー、こんないいサービス出た、じゃあもっといいサービスを安くで作ろうと、よしこれだみたいな、もうそういった動きが1日単位で変わってるんじゃないかなって思わせるぐらいこのスピードは加速してますよね。でも昔は当たり前に買っていたけど今は買わないもの、そこをどう買わせていくのか、まあ、そこが今後娯楽文化で生き残るために大事な部分になってくると僕は思うんですよね。まあ、今で言うとペーパービューの文化とかも日本っていうのはまだまだだと思うんですよ。さっきも言った通りネットフリックスって日本は500万人から600万人ぐらいなんで、まだ入ってない人の方が多いんですよね。なのでそこを埋めるのは付加価値なのか、それ以上の新しいコンテンツなのか、もうなんかそこに不満言ってもどうにもならないぐらい市場っていうのはでかくなっちゃってるんですよね。時代を作る時代から時代に合わせる時代になってると思うんですよね。まあ今日の本題ですね。サブスクはあらゆる文化を殺しているのか、今のを聞いてぜひ皆さんの意見をコメント欄でお聞かせくださいということです。今日は以上です。言い忘れたんですけど4万円取った人は地獄に落とします。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。全然関係ないんですけど、クラブハウスっていうパチンコ店が昔住んでた家の近くにあったんですよね。そこ客が来なさすぎて、そのホールの両端の台があるところが全部撤去されて布が1枚被せてあったんですよ。そこに大昔に1回行ったことがあって、2万円負けたんでこのアプリ多分クソです。全国の特別さん、こんばんは。シアの放送部コタクです。寒い一日今日もお疲れ様でした。さあ本日なんですが、リクエストありがとうございました。最近話題になっておりますクラブハウスというアプリについて今分かってる情報をまとめてきましたんでお話ししたいと思います。パチンコ屋じゃないですよ。まあこれ今各種 SNS で始めましたっていう投稿が相次いでるので見かけたなって人も多いと思うんですよね。ではまずこれ何のアプリなのか、そもそもって人も多いと思うんで簡単に概要を説明しますね。クラブハウス、こちらアメリカサンフランシスコのアルファエクスプロレーションっていうベンチャー企業が2020年の春に開設した音声 SNS アプリです。ほんと最近なんですね。これマジで簡単に言うと音声だけのツイッターのようなものです。じゃあ何ができるのかっていう部分は後ほど詳しく説明します。一見それだけ聞いたら大したアプリじゃないと思うんですけど、なぜここまで話題になってるのか。もともと海外でものすごく話題になって、そこから日本に入ってきて著名人が使い始めたっていうところなんですけど、その中の一つは招待制っていうところですね。ここ後にも言うんですけど大流行した原因の一個で、現時点でこのクラブハウス、これダウンロードしてアカウントを制作してスタートできるわけじゃないんですよ。すでにこのアプリのアカウントを持ってる人から電話番号にて招待コードというものを受け取らないと始められないという仕組みになってます。さらにこの招待コード、1人につき2回しか発行できないんで2人までしか今のところ招待できません。1人2回って少ないですよね。なので招待する人はその人にとって近しい人なわけなんですね。でその輪が広がっていっても普通の SNS とかよりも知ってる方が多かったりと、まあ誰でも登録できるものよりは敷居がちょっと高いわけですね。ただこれ今タイトルにもあります通りちょっとしたマウント状態にあるんですよ。招待が限られてることから、このアプリを持っているだけで、どうですか、僕クラブハウスアカウント持ってますよ、人脈すごいでしょみたいな、まあ、僕らみたいなその知名度が少しでもあればYouTuber とか招待が来やすいわけですよって思ってたんですけど、僕マジで誰からも声あったんですよ。いやこれマジやばいやばい、どうしようと思って、まあ話題になって3日ぐらい誰からも来なかったんですよ。だからこれ来ないやつだと思って、なので来てるけどやってないスタンスで今年乗り切るしかないなと思ってたら、直樹マンが招待してくれたんですよ。ちょっと我慢できなくて来なかったっていうような、だからツイートしたんですよ。そして直樹マンがリプで招待しようかみたいな言ってくれたんですけど、いやごめんなさいね、ツイートする前に招待してこいや、ちょっと、こいつ本当知り合い少ないんだみたいに思われたしね、ちょっと謝ってもらってもいいですかね。いやだからこれ正直自分が YouTuber じゃなかったら来なかったって考えると、僕はですよ、これ入りましたっていうツイートを傍から見てたらうざって思うね。いやひねくれてて拗ねる意味で、うわまたクラブハウスツイートしとるしうざって思うよね。ここがまずこの承認欲求世代の若者にとって刺さるところだと思いましたね。で話戻すんですけど、これもう一つの特徴っていうのが iOS にしか対応してないってことですね。まあ残念ながら Android の方は現時点ではサービスが開始されてないんで、まあ Twitter とかではまた Android 勢に人権ないのかみたいな、お前みんなが iPhone と思うなよみたいなツイートが多かったのが面白かったですね。まあおそらくサービスすぐ始まると思いますね、わからんけど、これだけ見ても始め
めるまでのハードルっていうのが他のアプリよりも圧倒的に高いわけですよね。それにもかかわらず世界で今200万人以上が利用してるらしいんですね。シンプルにすごいですよね。日本に関しては今年の1月ぐらいから注目を集め始めて、まあ、今ではタクシーでブチギレホリエモンさんとか地獄の門の手前まで追い詰めるダイゴさん、そして可愛いでおなじみキャリーパミパミさんはじめ続々と芸能人とか参入してきて今注目されてるアプリってわけなんですね。ではここから皆さんが気になるであろう具体的に何ができるのかっていう部分なんですけど、まずこのアプリはルームというチャットスペース上で世界中の人とリアルタイムで会話をするってことができます。まあ、このルームっていうのは制作者が自由にお題を決めて立ち上げます。まあ、制限もつけれるんですけど、ここにどんどん人が入ってくることができて会話を聞いたりとか挙手機能っていうのを使えばその方たちと直接話すこともできます。まあ、ちょっと見たんですけどいろんなトークルームがあって、まあ、そこを自由に出入りできたりとか会話に入ったりすることができるっていうイメージですね。簡単に言うと一瞬で世界中の人とつながることができるズームのミーティングみたいな感じでしたね。まあ、不特定多数の同時に話す場合に利用できたりとか、まあ、自分が好きな芸能人などの対談聞いたりとかね、音楽のイベントの会議とかも簡単に始められたりと、まあ、いろんな利用方法があるみたいなんですね。でなんか元々が車を運転することの多い海外でドライブ中の音声だけで配信ができるっていうような目的で作られたみたいですね。そしてこれすごいのがこれもアプリ側の機能の話なんですけど、一度にたくさんの人が話しても音が途中で途切れたりとか遅延するっていうことがほとんどないそうなんですよ。こういったことからユーザーの間では音声版ツイッターとかこれぞ真のインターネットなんて呼ばれたりしてるそうなんですね。だからまあクラブハウスって名前の通りね、どこかの店でいろんな雑談を聞いてるような感覚なんていう風に言われてますね。まあいろんな使い方してる人がいて、芸能人が政治家とか AI の開発者に今後の動向とかを質問するトークルームとかもあるんで、かなり私生活にも影響してきそうですよね。ただこのアプリ面白いとこもう一個あって、規約として聞いた会話話した会話を絶対に公開しないとかいうルールがあります。その会話をしている全員の書面での許可がない限りこの会話を録音そしてメモすることを禁止してるんですね。結構ここがシビアらしくて、もしルール違反をしたらアカウントはバンされて、これ電話番号登録なんでなかなか2度目登録するのが難しいという状況ですね。でもこれちょっと建前だと思ってて、結局ここまで大きくなっていくと絶対広まらないようにするのって無理だと思いませんか。だからこれは逆にどこで誰が聞いてるかわからないと思ってた方が僕はいいと思いますね。じゃあなんで確かに機能はいいんですけど、他にも機能のいいアプリってたくさんあるんですよね。ではなぜこんなにも急に人気を集めたのか、僕なりにいろいろ調べてきました。一つはこのクラブハウスが取ってるマーケティングですね。これすごいと思います。冒頭でもお伝えしたように一人につき二人しか招待できないというところ、この絶妙にハードルが高い招待制というところで人間の心理をうまくついてるなと思いましたね。特に僕たち日本人なんかは限定という言葉に弱かったりするんで、この招待制の特別感が欲しかったりするんですね。僕もそうでした。逆になんか招待されなかったら自分だけ乗り遅れてるっていうちょっとした危機感みたいなのも感じますよね。これもよくできてるなと思います。この人間の心理を利用して、まあ、一時期また出てきましたよ、メルカリで招待枠が1万円前後で取引されてるらしいですね。まあ、でも絶対買わないでくださいね。見ず知らずの人と電話番号を交換するとは恐ろしいことですから。2つ目、リアルタイムの音声コミュニケーションツールっていうところですね。投稿とかがなくて、まあ、言うところ音声での生配信みたいな感じがメインなんですよ。なのでユーザーはいろんなトークルームに行って不特定多数の人と話したりとか話を聞いたりするんで、そこだけの話とかそこだけの出会いみたいなのが生まれるんですね。リアルタイムで巻き戻せないということで、自分がこの瞬間このトークルームにいるからこそこの話が聞けたみたいなね、心理的な特別感っていうのがあるんですよ。なので聞き逃すわけにはいかないということで、まあ、かなり昼夜逆転してるユーザーもたくさんいるそうですね。そして3つ目、時代の流れに合致したサービス。一つは何と言ってもコロナですよね。この影響で家の中にいる人も多いと思うんで、今まで仕事とか学校に行ってた人っていうのはめちゃくちゃコミュニケーション不足になるんですよ。雑談がしたいとか、とりあえず誰かと話したいとか、ただわざわざ友達に電話するのもっていうのは気が引けますよね。そういったところでこのアプリっていうのは世間のニーズっていうのはものすごくフィットしてるんですよ。なので普通にテレワークをしながら聞き流すことができるっていう状態なんですね。またこれそもそもの話になるんですけど、こういった音声のみの SNS とかコンテンツっていうのが近年需要が高まってきてるんですね。今までは文字とか動画で見ることが一般的だったんですけど、音声のみを聞きながら他のことをするみたいな使い方が多くなってきたってことで、まあ、このクラブハウスっていうのが流行る前からラジオだったりとか YouTube だったら音声のみの動画っていうのが増加してるっていう傾向があったんですよ。はい、みんなもうそろそろ気づいたかな。そう、俺が先なんですよ。音声のみっていう発想も、このクラブハウスも、時代の流れも全部俺が先。うわー、ここ鳥肌手羽の唐揚げ。なので簡単に言うと、僕がいなかったらこのクラブハウスも誕生してないって言っても過言じゃないんですよね。クラブハウスもこれ沢村ハウスに名前変えた方がいいと思うんですよね。話戻しますね。4つ目、ルームの表示。はい、これね、僕が実際にアプリ使ってみていいなって感じた場所なんですけど、これね、聞いてる側の人は喋ることができなくて、まあ、そこの幹事の許可がいるんですけど、もしね、有名な人が何人か配信してる時に、そのルームに入るとするじゃないですか。でもしその会話に参加してる誰かが自分のことをフォローしているっていう状況だったら、会話聞いてる人のアイコンが映ってる場所が下にあるんですけど、そこの上の方に優先して表示されるんですよ。これはね、インフルエンサーからしたらめちゃくちゃ嬉しいことで、これまでのライブ機能とかって誰が見てるのかが分からなかったりとか気づけないってことがほとんどだったんですけど、それがこのアプリ払拭されてるんですよ。何かのライブを見てるインフルエンサーにとっては、ああ誰々来てるって言ってもらうだけで知名度アップに繋がるんですね。ここが僕的には一番いいなって感じたところでしたね。ただ一つ怖いところを言うと、個人情報ですね。電話番号しかりとか、ちょっと都市伝説チックな
になるんですけど、その人たちのリアルなつながりとか、そしてこの方たちが、そしてこのルームがどんな思想趣味を持ってるのか、一発でなかなかその人の濃いものを見ることができますよね。どういったルートで拡散されていくのかとかね、結構詳しい情報まで運営だけではなくて見てるユーザーも調べれば分かってくることだと思うんですよね。まあ、そこがちょっと怖いところかなと思いましたね。今話題のこちらのアプリなんですが、招待されたという方はぜひね使いこなしてみてください。はい、以上クラブハウスの説明でした。ちょっといつも言ってるんですけど、僕英検82級なんですよ。このアプリ日本のじゃなくて海外なんで全部英語なんですよね。で、まあ最初ちょっと苦戦しましたけど、今普通にサイトで使い方みたいな用語説明とか上げてる人いるんで、まあ、そっち見てもらったらいいかなと思います。まあこれ今のところ健全な使い方されてるようですけど、インスタもそうなんですけど、見てくれだったりとか映えみたいなのが人気を集めてたんですけど、このアプリは音声だけで人を魅了していくってところが面白いですよね。逆に僕みたいなおちんこフェイスには追い風の時代かもしれないですよね。まあ、何やともあれ、今後このアプリね、インフルエンサーどんな感じで進化していくのか楽しみでございます。まあ、僕もアカウントありますんでね、ぜひ興味ある方はね、フォローお願いします。ここでしかできない話とかやっていこうと思ってますね。ぜひフォローお願いします。今日は以上、おやすみなさい。どうも皆さん、こんばんは。公認もらえたよね、これね。本日は毎週都市伝説のお時間ですよ。おりんですよ。本日は今巷で話題になっているアプリ、またの名をマプリケーションについてお話ししていきたくすぜよ。一体このアプリ何が危険なのか、実際に起きた事件をもとに紹介していくよね。タック気になる内容はオープニングの後、この後トゥグ全国の特命さん、こんばんは。関明夫公認モノマネ伝道師、深夜の放送部ことタクです。なんかコメント欄でこんなこと言われてるんですよ。公認もらった瞬間これだよ。息するように関拓ゼアンのモノマネをし続けるタック草、モノマネのやりすぎで関明夫がちょっとずつ切れ始めたらいいのに。いや終わらないから、骨の髄までモノマネしますよ。あー疲れた。いや本当にずっと2週間ぐらいテンション高くて、私生活でもコンビニにストロー入れときますねって言われた時に、あ感謝ですって、ナチュラルに関語録出てきてるんですよ。これ完全に MK ウルトラ計画。いただきました、ありがとうございます。なんかほら、その役をやり続けると本当に自分がそうなんじゃないかと錯覚してしまう現象あったじゃないですか。これまさに、せーの、スタンフォード監獄実験。これまたあと12個あります。はい、はい、本編行けよって話ですよね。すいません、行きます行きます。さあ今日なんですけど、ちょっとツイッターの DM に面白いものが来てまして、それがですね、たくさん、こちらのアプリをご存知でしょうか。日本ではまだ全く知名度は低いと思うのですが、海外ではこのアプリがすごい流行ってるんです。なぜ流行ってるのかというと、 TikTok で話題になったのがきっかけなんですけど、こちらのアプリを使用すると奇妙なことがよく起こるで話題になってます。実際事件化っぽいことにもなっておりまして、日本でもアプリは取れるっちゃ取れるので、注意喚起的にも動画にしてほしいなと思ってますと。はい、とこの DM の送り方はこの動画の後アプリランキング1位になりますよ。これ大丈夫ですか。っていうのもちょっと先に言っとくんですが、このアプリを取るか取らないかは自己責任でお願いします。この動画は案件でもなければ、アプリ推進を目的とした動画でもありません。それだけは私言っときたいのである。しかし男はまたステマだろと叩かれたのであるって、ね、じゃあ本題なんですけど、アプリ調べたらたくさんありまして、そのアプリの名前がマックス村井の超高速ジェットコースター、マックス村井つかみ、飛ぶだけマックス村井ラン、あら、あ間違えましたね。これマックス村井のミニゲームシリーズのタイトルですね。すいません。それがですね、ランドノーティカという名前のアプリです。ランドノーティカ、ランドノーティカ、ハンドノーティカ、キャンター、それここキャンター。このランドノーティカ、何回言うねんって話ですけど、どういうアプリかと説明しますと、まずキャッチコピーがあります。それがですね、周囲の世界を冒険に変えてくれる。はい、こちら結構ファンタジーなキャッチコピーですよね。で、これ内容を説明しますと、使用したユーザーの周囲に車で10分以内で移動できる距離にランダムで座標を指定してくれるんですね。で、そこにたどり着くことができればゴールとなるわけです。ただそれだけではなくて、ゴールまでに何かしらのミッションを自分で決めることができます。まあ、例えばコンビニでホネラロを見つけるとか、10羽のハトの写真を撮るとか、おでんツンツンとかですね。それを友達とかで集まって先にゴールした方の勝ちっていういうようなアプリなんですけど、でこれ結構海外でコロナウイルスの影響もあって、速攻で100万人以上がダウンロードしました。かなりブームになってるんですが、このブームに火をつけたのが今若者に大人気、唯一ダメージを受けたのはうざい広告として紹介されまくったベンベンベンの男の子でおなじみ TikTok。 この TikTok でランドノーティカを使用した時の動画がアップロードされて、さらにこのアプリが話題になりました。ではその動画が何かって話、これがですね、2020年の6月、アメリカのシアトルで、あちょっと待ってください。はい、もしもし。あもしもし、あ直樹マン、はい、ちょっと聞きたいことが一つあるけどさ。あ、どうしました。アメリカのシアトルって正式な発音なんだっけ。あ、United States of America Seattle でいいのか。ありがとう。はい、そこで10代の子供たちがこのアプリで遊んでる様子が映されます。でこのアプリの座標が示す場所に到着すると、そこで子供たちは黒いスーツケースを発見します。ではそのスーツケースの中何が入ってたと思いますか。なんと
エスパー伊藤が腐敗した遺体の一部が入っていました。はい、その映像が TikTok で投稿されて、それを見たユーザーがなんだこのアプリはと一斉にダウンロードしたんですね。まあ、これ実際に事件にもなったということなんですが、当然アプリの開発元はどういうことなんだとコメントを求められましたが、これに関しては全くの偶然だとコメントしております。だったら本当にたまたまこのアプリを使用したユーザーが遺体を発見したのかなというところなんですが、どうもこの一件からこのアプリを使用したユーザーからちらほらほらですね、奇妙な報告が上がり始めるんですね。例えばアプリの示す座標に行くと、奇妙な山奥の廃墟に連れて行かれた、その場所に着いた途端霊的な現象が起き始めたとね、まあ、こういった不可解な報告が相次いで行われます。ただね、流行りがこういった事件からだったんで、ただ注目を集めるためだけにあえてね嘘の場所に行ったりとか、危険な場所に自ら行く若者も後を絶えないと言います。さらにこのアプリ自体注意事項として、不法侵入はやめてくださいとか、敷地や所有物には敬意を払ってくださいと促しております。じゃあこれどういうことなのか、まあ、今日のまとめです。お願いします。おい、リアルと連動して楽しむことのできるアプリランドノーティカ、ランダムで示される座標は本当にコンピューターが生成しているのでしょうか。いいね。もしそうでなかったとき、何者かには自分の位置情報が正確に送られ、気づかれることなく相手を誘導することができるよね。え、もし特定の人物を一箇所に集めたいと思ったとき、このアプリさえあればたやすいことなのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。本当センキュー。はい、ということなんですが、冒頭にも言いましたが、まあ、使用には自己責任、十分にルールを守ってお使いください。まあ、ちょっと最後薬のコマーシャルみたいになりましたけど、ただちょっとタックさん、これやるでしょ、使いましょう。ちょっとやってみますね。ただちょっとね、行きたいんですけど、なんかすっごいお腹痛くなってきたんで、ちょっと待ってください。あ、もしもし、お疲れ様です。お疲れ様、どうした。お前に指令を与える。あ、すみません、これ僕のマネージャーなんですけど、ちょっとお願いがありまして、ランドノーティカっていうアプリがありまして、そのアプリがなんかファンタジーというか、こうなんかディズニーとかを意識して作られたみたいな、すげえいいアプリなんですよ。もうそれ起動したら自分の現在地から車で10分以内のところの位置が示されるんですって、座標が。あー、なるほどね。はいはい、ランダムに。でそこに行くと出会いがあるかもよみたいな、夢のようななんか綺麗な景色があったりとか、そういう風に意識していくから、ちょっと普段とは違った感覚でそこに行けるみたいな。めっちゃいいよ。そう、すごいなんかそうハッピーになれるアプリがあるらしいんですよ。これが海外ですごい綺麗な景色の場所に連れて行かれたとか、こんなところあったなんて知らなかったみたいな、10分なんで家の近所とかでやったりできるんですよ。すげえ、おもろいね。そうそう、それがあって、で僕ちょっとそれの動画を作ってて。ああ、なるほど、ね。はい、で案件それ。ええ、違います。それが今海外でものすごい流行ってるっつって、ちょっと行きたいんですけど、ちょっと今日忙しくて行けないんですよ。ちょっと代わりにちょっとそっちで行ってもらえないかなと思いまして。景色をじゃあ俺が見てくるだけでいいの？あ、そうです。とりあえず車で家からちょっと離れたとこからスタートして、行ったらどうなってたかみたいな、行ったらこんなとこ着いたぜとかいうのがもらえればなと。あ、じゃあなんか動画かなんか撮ってくればいい。あ、そうそう、動画しっかり回してもらえればなと。OKOK、分かった。はい、じゃあちょっと、あ、今日です。いや、今日って今から。はい、よし。やっぱりこう潜在的にさ、今からちょっとヤバいとこに行くかもなみたいなのがあるとちょっとあれなんで、こういう風に綺麗な景色だよっていう風に言っといて、一旦固定概念を捨てさせて向かわせるってことが僕は大事だと思いますんで、じゃあちょっと動画来るまで待ちましょう。俺だいぶクズみたいなことしてないか。さあ、というわけで、送られてきましたね。見ていこうかなと思います。じゃあ早速再生します。まあ、とりあえず宇部空港に到着しました。ちょっと待って、はい、うちのマネージャーも違う人使っとるやん。あら、この人引退したんじゃなかったですけど、僕の相方なんですけど。で、ここで現在地を入力したら、はいはい、その綺麗な景色が見える場所がこう出てくるみたいなんですよ。騙されてますね。一応現在地入力したら、まあ、綺麗な景色ではないんですけど、使い方わかんなかったんで宇部空港とか入力してたんですけど、はいはい、とりあえずここのなんか異常地点っていう、うん、なんていうか、これこんなんのよ。何何？お、量子乱数生成器を選んでわからないときは ANN を。何を言うの？まあ海外のアプリですからね。ちょっと日本語おかしいから。じゃあ移動しますよこれ。なんで切れとんの？ANN。うん。来ました。お。地点検出中。はい。意図に集中して考えて。何？あ、行けよ早く。あ。なんか聞かして来ました。あ、何何何来たんじゃない？どれ。あ、座標来た。糸可動型地点が見つかった。駆動じゃない？ダメ子やね。これマップにして、うん。はいはい。え？ここに行けば、まあ、そもそも宇部空港まで行ったんや。一番ここら辺で綺麗な景色が見れる。宇部空港からスタートなんや。遠いとこからスタートしたとりあえず行けますか、そこ。行け、早く。行きましょう。はいはい、なるほどね。アプリ起動して使った感じはあんな感じらしいですね。座標のとことかモザイクかかってると思いますけど、宇部空港って山口県に大きい空港があるんですよ。なんでそこに彼らがまずいたのかっていうのはちょっと不明なんですけど、まあそっからスタートしてるんですね。まあこれで今から向かうと。まあちょっとモザイク外しでってこっちは見てるんですけど、若干住宅街だった感じしますね。ちょっとそれだけは気をつけて行ってほしいですね。何度も言いますが、綺麗な景色はありません。はい。
い。さあ、というわけで到着した動画が今届きましたので見ていきましょう。はい、到着しました。コーディ。コーディ。綺麗。車で、まあ、5分、10分ぐらい、うん、走っては来たんですけど。あ、やっぱ10分なんですね。到着した先が、ラッパーが取引する裏、路地裏みたいなところ。ああ、噛んだね。噛んだね、しっかり。見えんくないこれ。なんか侵入禁止みたいな場所ありますからね。え、うん、何何ちょっと映しますか。え、怖い怖い。怖い。めちゃくちゃ怖いわ。怖いね。あんの綺麗な景色。真逆の場所におるよ。今。なんだ、タコがそっち言ってたの。なんか、綺麗な景色がそこ行ったら見れるから、つって。信用できんのそいつ。タックってやつ。記憶なくなっとる。信用できんのこれ。これが綺麗ってことなのかな。触るな。もう一箇所行ってみる。なんとか取れ高を残さないといけないという。2箇所目の到着動画来るまで待ちましょう。さあ、また中継の動画届きましたので見ていきましょう。それじゃあちょっともう一軒の場所行きたいと思います、はい、お願いします。で、今地点に行った、そして冒険レポートを出すってもうちょっと喧嘩売ってきてますね。だから行ったレポート出すを押して、はい、意図を設定しておいて、んが書いとんの。日本語覚えたての。海外のアプリですからね。はい、押します、うん。海外と言ったんですけどね。意図はな、意図って何なん？なんか、行く途中に、多分これ、ミッションの話なんですよ。いた方が面白いよ。ミッション、ミッション。だから、綺麗な景色を見に行くって。うん、そうそう。なんかその感じじゃない？綺麗な景色を見に行くって書きますね。うん。うん、これで何か物を拾って持って帰った。怖いな質問。拾った方がいいんかな。まあそうなるよな。じゃあ家にしとこう。あ、いいえ、うん、じゃあ家をしますね、うん、なんて来るんだろう。いいえ、すごく驚くべき冒険だ。めんどくせえな。じゃあ異常地点行きますか。はい、行きましょう。さっきアトラクターで出てたっけ。なんか分かんなかったんで異常地点で押したんですよ。はいはい、はい、異常地点押したんで。異常地点って何なの。そうそう、異常地点って何なの。同じこと言うの。そう、異常地点ってのは何だろう。うん、それで、はいはいはい、地点を検出しよう。はい、見つかりました、はい、ここ出たんで、うん、行きますか。行きます。はいはい、行きましょう、はい、やっぱ旅する男はかっこいいんで、やっぱその先に必ず綺麗な景色がある。はい、僕は望んで。前髪すごいな、はい、ここ乗り越えて、はい、で2軒目です。2軒目行きます。ここですとか言うのやめてね。ここです。何ここです。こうないよ。ロマンティックと言える綺麗な場所が。誰これ指令出しとんの。沢村やろ、はい、なあ、ここまで来たらちょっともてあそばれとるからね。そしてなんか なんで路地裏に連れてくるんやろね。毎回よ。今2つポイント行ったんすけど、うん、2つとも真っ暗、うん、2つ目はちょっと人通りはあるんよ、うん、やけど怖いのよ。なんかああ、ちょっとやっぱ不気味なんよ。おさらいしたいんやけど、うん、僕らの目的は綺麗な場所を探すっていう。はい、そうですよ、うん、で司令塔は誰。沢村さんです。騙されとんな。気づいたな。これ結論どうしたらいいの。綺麗な場所を見つけないかん。一応なんか綺麗って言っとった方がいいか。ちょっとこのアプリにも失礼な可能性があるから、ちゃんと失礼のないように、うん、今ちょっと失礼なことを言い過ぎた路地裏やからな、うん、ちょっと。いや、そういうアプリじゃないからな、これ。いきます、うん、ポイント2つ目到着しました。もうすっごい綺麗な場所に来ます。ちょっと見てください、ここら辺。もうすごい綺麗だ。こんなもう寝そべってももう全然大丈夫だぐらい、すっごい綺麗な場所に到着しました。はい、というわけで2つ今地点行ってもらったんですけど、路地裏っぽかったですね。ただなんかその後の質問が若干怖いかなと思いましたね。なんか恐怖体験ありましたとか、奇妙なことありましたかとか、あえてそういう場所に連れて行ってるよみたいなのを匂わせるような質問が飛んでたということですね。ちょっとなんかネタ話普通にしても面白くないんで、ネタバラシせずじまいで終わりましょうか。じゃあかけます。マネージャーにかけますね。あ、もしもし、お疲れ様です。あ、お疲れ様。あのアプリお疲れ様でした。あれ大丈夫やった、あれで。はい、ちょっとネタバラシというか、実際何のアプリだったのかっていうのを説明してなかったなと思って、ね、僕あれですよね、綺麗な景色が見れるアプリって言ったじゃないですか。あれ実はちょっと嘘で、コーディー近くいます。
ちょっと待ってね。一緒にちょっと聞いてもらえればと思います。あ、来たよ。あ、お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。どうでした？景色綺麗でした？いやいやいや、あのアプリの使用した後になんかいろいろ根掘り葉掘り感想みたいなの聞かれませんでした？たくさん聞かれましたよね。なんか恐怖体験ありましたとか、奇妙なことありましたとか。はい、なんか拾って持って帰りましたかとか聞かれて。そうあのですね、実はあれ綺麗な景色見に行くためのアプリじゃないんですよ。あれ実はあなた方の携帯の位置情報が、まあ、向こうのアプリに通達されますよね。まずそのまま携帯の端末持ったままその現地に向かわれたってことでいいですか？うん、はい。そうしますとその携帯は人が人為的に動かしてしっかりこの場所にこの携帯を運びましたよっていうデータが相手のアプリにまず送られます。そしたらもう簡単です。その携帯の中のデータ全部抜かれてダークウェブサイトに流されてます。え、バカな。で質問入力してるとき内カメで全部顔も撮られてます。なんでその自分でやるのあれだなと思ってそういう内容だったんで。どこで道外したの？で、次回使用した方の座標があなたたちの現在地になります。あなたたちの近辺で使用したら座標が今あなたたちがいる場所になります。人が来ますそこに。なので実はこのゲーム、まあ、このアプリ自体がゲームかと思われたら違います。使用した方が次のターゲットになるという面白いゲームなんですよ。思うねえアプリ、さすがってどんまい間違ってますどんまいの使い。まあ真っ赤な嘘なんですけどもね。まあこの動画で答え合わせになるのかなと。まあただなんかちょっと怖いですね。何か拾って帰ったとかあるそうなんで、まああんまりその私有地の中ではなかったっぽいですね。住宅街しっかり行動だったみたいなんで、まあ入れる場所ではあったんですけど、入れない場所とかにもああいう風に指定してくる可能性があるので、まあそこは節度守ってアプリ使用してみてくださいということでした。以上、ぜひ何か拾って帰りたいなという方は使用してみてください。おやすみさん。